シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日からキャラ超究極ビッグアムミッションやってくってやつで、今回はミッションの動画をやっていきたいと思うんだけども、まあ、さっき、まあ、運極作るための、まあ、周回パーティーとかの紹介の動画作ったけども、今回はミッションでやっていきたいと思うぜ。で、ちょっと待って、これ、え？なんでこれハルコになってんの、これ。え、これ何、これ設定で、これやってないよ。あ、フレンドか、これ。あー、フレンドなら確かにそうだわ。なんかなるほど。どうせねえな。まあいいや。で、今回のこの4個ビッグマム超究極のミッションっていうのが、アンチ魔法陣ブーストを持ったキャラなしで、まあ、クリアせよというものがあって、で、これが、まあ、まあまあ難しいんだな。やっぱり削るの大変で。なんだけども、まあ大体このミッションって、アビリティにっていつも表記されてんのよ。ということは、まあコネクトスキルがありですよと、魔法陣ブーストや魔法陣、アンチ魔法陣を、コネクトスキルに持っていってもセーフですよっていうことなんだけども、今回、アビリティにという表記がない。で、ないから、どうなのかなと思って、今、コネクトスキルに魔法陣持ったモンスターを連れて行ったら、これクリアできたから、OK ということで、今回ね、その動画を撮っていきたいと思うぜ。さあ、というわけで、サブアカの方でやってきますわ。さあ、というわけでやっていきますか。まあ、魔法陣対策をせずに、クリアせよということで、まあ、今回本当、アビリティっていう表記ないのに、ね、アビリティだったらコネクトスキルは OK なんだけども、今回なんでいいんだろうな、これ。さあ、で、今、チョッパー取ってき、あ、これ、これ、チョッパー取ってきたわ。で、このチョッパーが、まあ、魔法陣を解除できるから、まあ、SS をね、打てたりとか、そういうこと役立つかなと、レベル1で OK。さあ、で、これね、コネクトスキルに魔法陣ブーストあるから、あるんだけども、OK と、いうことでやっていきますか。じゃあ、撃っていくけども、今回のこのパーティーは、これが正解というわけではなくて、俺がいいなと思ったモンスターを連れてきてるぜ。で、まあ、いろいろ試したけど、やっぱこのクエストって、なんか突然やられる可能性がある。というのが、ドクロザコ倒すと、防御アップの、このフィールドが展開されるわけよ。で、これで、結構痛いダメージを防ぐことができる。だけど、まあ、継続が一旦ということで、これ、ね、直すけども、まあ、真ん中の数字に合わせて出したいけども、それ結構難しいよな。でも、魔素がいることによって、ドレインで回復できるから、これ結構いいかなと思ったぜ。まあ、魔素って、ね、長い間ネタキャラとしてやってきたけども、まあ、天まで活躍したりとか、持ってる人多いのかな。なんだかんだ言ったけど、意外と持ってないっていう可能性があるよな。まあ、俺自身そうだし。で、この千早もすげえやばくて、レフトポジションキラー M と、足封じ M で、すごい火力出せんのよ。で、しかも SS が8ターンで出るから、魔法陣も結構解除できたりして、しかも大暴れして、ボスゲージも結構持っていってくれると。これはやっぱり、まあまあでも持ってる人少ないよな。俺も、たまたま出たからな。で、やっぱ、モーセも、すごいやばいわ。今回、トップレベルでやばいんじゃないかな。左から行こうか、これ。もう考えるのめんどくせえ。行くやつか。で、このモーセの SS が、まあ、ボスゲージをね、一気に持っていってくれるから、持ってるんであれば、モーセを複数、積んでいった方がいいかなと。まあ、この、ウンビーネさんね。ウンビーネさんは、常にね、魔法陣ブースト、まあ、鶏か、普通の状態キープできるけど、やっぱり火力面で言うとちょっと不足してるかなっていうところ。で、ここは、まあ、木を倒して、ターン稼いでもいいし、それをやりつつ、次の、真ん中のドクロ、ドクロじゃないば真ん中の、痛い時にこれをね、真ん中壊して、火ダメを抑えていくと、いうのを、まあ、しっかりやっていきたいけど、やっぱ場所によってはこれ難しいよな。OK。で、右にはまっていく。で、倒す。で、遅延もらう。で、意外とこの上と下のやつ、硬いから、もうこれをなるべく早く突破したい。早くというか、やられずに。さあ。
マソはワープがあるし、クリティカルも出る。クリもあると。で、まあ、次、チワヤ左跳ねて、真ん中入るか。これでまあ大丈夫でしょう。あ、待って。チョッパー、溜まってなくね？あ、ドレインの安定性でチョッパー発動してない。おい、マソ。いや、これどっち取るかだな。でも、それでも発動すると思うけどな。よし、SS 使っていこう。左に弱点あるかな。モーセを左にぶち込む。え？このパワーなんかすごい出たけど、初めに。え、もうこういうね、破壊力抜群だから、まあ、モーセ持ってる人は結構いいと。おお、え、これは飛んだんじゃない？気まず。ママの脇でドゥルーって気まず。これでドレインで回復するけど減りすぎね、減りすぎ。で、最後にまあ千早の威力をぶちかましていきたいけども、あ、チョッパー溜まってるわ。で、ここでまあ千早、あ、ごめん、関係ないわ。ここで打っても遅かったな。横だったら SS 使えない。さあ、上に行こうか。ガイド出てんなら行ってこーい。はい、削り切れちゃう。まあ、ということで、まあ、今回は、個人的に使えそうなモンスターを詰め込んできたけども、まあ、これがいいんじゃないかな。で、あの、カウンさんが結構良かった。けど、あの、カウンさんなんで今回連れてきてないかというと、コネクトスキルがマジ鬱陶しい。貫通入れるか、泣く100以上だから、カウンさんも良かった。けど、今回は、ちょっと申し訳ねえ。ここに入れれなかった。コネスキやっぱ嫌いだわ。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き入って仕方ねえ。